飯山城は、信濃国水内郡飯山にあった、日本の城、東部は、千曲川、西部は山地に囲まれた地にあり、城郭は丘陵を鳴らした平山城である。追記念は不明である。14世紀初頭は、泉市の居城であったが、後に、高梨市間を本拠とする高梨市の市場となった。戦国時代に、上杉市が買い、武田市に対する前線基地として改修した。 江戸時代には、飯山藩の藩長が置かれた。工事3年武田氏によって、高梨正よりは、高梨主官から飯山城へと追われた。英六七年に、越後の上杉謙信が、品の一円に勢力を伸ばしてきた、海国の武田信玄に対抗して、越後の防御、品の計略の前線基地として、本格的に築城した。すでに、首木、進化は、北進に、 多くの城を保持していた長尾、上杉氏にあっては、謙信が新たに築城した、稽古な城の一つである。天正十年以降は、上杉影勝の居城となり、城代に岩井新郎が入れられた。後に、豊臣秀吉の家臣である、石川光義が大官として千曲川両岸を支配したが、慶長三年に、関和政が三万国で入法した。関氏は、その翌年に、 美濃国時へと違法した。慶長八年、松平忠照が、信濃国川中島に十八万国で入法したため、その家臣である、皆川広輝が森役として四万国で入れられたが、忠照の不要席を徳川家康に訴えたところ逆に過ろうとして、不適との指摘を受けて除風された。その後、堀氏佐久間氏桜井松平氏長井氏 青山氏と目まぐるしく城主が変わった。享保2年、本田助吉が越後糸井川藩より入法すると、以降本田氏10代が明治維新まで飯山城に今日構えた。明治元年、旧幕府軍小吉崎隊の攻撃を受け城下を焼かれた。城の建物は廃藩後に破却や消失によって失われている。丘陵城に本丸、二の丸、三の丸を南北に連ね、 西側山麓に西来るは北に外角があり南方山麓から外角まで周囲には一重の堀が巡っていた建造物は本丸、二の丸、三の丸にそれぞれ館、成長、矢倉が設けられ門は全部で十二棟あった天守はなく二重矢倉を代用としていたまた西来るはには重心の屋敷がの木を連ねていた 高架4年の善光寺地震で石垣の大半が倒壊したが、開栄2年に再建した。本丸は青い神社境内となり、二の丸は城市公園として整備されている。本丸から二の丸にかけて石垣及び土塁が残る。本丸庭園では年明けにウグイスが訪れ、春には桜が満開となる。建造物としては南中門跡に、 民家から二層の縄文が再築され現存している。また、深い門が、飯山市の明泉寺に、裏門と伝わる門が、長野下後の民家に、どこの門かは定かではないが縄文が、中野市江部の民家に、それぞれ移築され現存している。この他に、二層部分を消失しているが、長野市の新層寺に、大手門が移築され現存している。県史跡、長野県。 2013年4月5日閲覧、明治12年、軍区町村編成法により分割、角川日本地名大辞典2長野県、二期県一監修、国別藩と、城下町の辞典東京堂、出版2004年、笹本正春編、古地図で楽しむ新州 P74 商法元年、商法上絵図より、品の国井山城、ありがとうございます。